どうも、芸人×プロスピエースでございます。吉本芸人、小野孝也と申します。よろしくお願いします。いやー、ちょっとね、僕失敗したなと思ってるんですけど、昨日僕、このセレクション、ダルビッシュセレクション、10連しちゃったんですよ、メイン、サバカ両方。で、今日ね、まさかの S ランク限界突破コーチ付き10連スカウト来ちゃって、ダが来ちゃって、これ失敗したなと思いましたね。あー、こっち回しとけばよかったなって、もうほんと素直に後悔してます。はい。ぜひともね、S ランク限界突破コーチ、これね、だんだん、このプロスピね、やってくにつれて、このアイテムの重要性っていうのがだんだん分かってきます。はい。これはね、絶対に引いといた方がいいガチャです。ぜひともね、無課金の方や初心者の方、ぜひともね、これは、逃しちゃダメかなって僕は思いますね。僕は今回250貯まるかな、微妙だな。まあ来週の月曜までやってるということで、ぜひね、皆さん、もうこのアイテムはね、ほんと、プロスピーエースにとってほんと必須アイテムなんで、なんなら僕、ダルビッシュ投手、超4にできたじゃんっていう話なんでね。まあちょっと残念ですね。まあ、しょうがない。僕はね、ダルビッシュセレクションにかけたんだということでね。しょうがないです。で、今日はリアタイをやるんですけど、リアタイ終わった後、この S ランク確率 10% 契約書、まあ 10% ってことはもう出ないでしょうっていう契約書を、引かせていただきます。で、あれ 30% ちょっとあるんじゃない、ワンチャンあるよっていう。その契約書をね、メイン、サバカ両方合計4枚引いていきたいと思いますので、ぜひ、動画最後までご覧ください。よろしくお願いします。今、試練大開放じゃないですか。だから僕、ダルビッシュ投手の、得のめっちゃ上げてて、今もう奪三振以外は全部レベル5いったかな。奪三振が今レベル4なんで。さあ、この今、ダルビッシュ投手ね、もう55レベルまで来ました。育成進んでます。さあ、行っていきましょう。ダルビッシュ投手ね、マジでいい投手っすよ。本当にいい投手。まあ、現実でもいい投手だけど、もうプロスピでもね、もう本当最高の投手になりましたよ。ツーシーム B はやっぱいいね。あと、高速カーブもなかなかいい。で、だから、千賀投手じゃん、また。もう僕、千賀投手は本当苦手なんですよ。あちっかよ。千賀投手めっちゃ当たんな。やっぱ僕、なんだかんだ千賀投手はリアタイで本当すごい、最強というかトップクラスの投手だと思うんですよね。まあ僕まだ持ってないんで、千賀投手マジ欲しいですね。今日の S ランク、あの契約書で来るかな、ね、楽しみですね。さあ、行きましょう。まあ言ってもね、弱音は吐いてちゃダメです。勝ちに行かないといけないということでね。行きましょう。ナイバチちゃん、オッケー。ナイス。今のはちょっと読んだな。昨日ね、スロースライダーよく使う千賀投手と当たったんで、ちょっと頭に入ってましたね、スライダーが。さあ、多いよ。広角打法とパワーヒー出てる。ストレートに合わせるぐらいの感じでね。ストレートに合わせるぐらいの感じで打ちに行かないとダメだね。さあ、ここは入れてくるから打ちどころかな。通信ファースト、ごめんなさい、通信ファースト忘れた。やばい、すみません、通信ファーストの存在忘れた、危ね。うわ、もう全然忘れた。そうだ、千賀投手の通信ファーストもめっちゃえぐいんだよ。本当ね、これ打ちづらいんですよね。スロースライダーなかなかね、使ってくる人いますよね。まあこのね、フォークには手を出さないっていうのが一番重要ですね。あ、今入ったか。高めのストレート待とう。次は絶対入れてくるから、まあツーシームかな。あー、フォーボールか。じゃあ若大将に持ってってもらいましょうか。若大将とお願いします。はい、若大将はね、よく打つんですよ。その高めからのフォークはあんま落ちないですからね。なんか、急に配球変わった。ミスった。今のも完璧に振りぼれた。ストレートかな。OK、ナイス線。さあ、2-3いきましょう。
ツーシームだろ多分。あーツーシームじゃねえ、ツーシームじゃない。 OK、 いいよ、ナイスエンだね。さあうちのもう本当にミート83ですからね、川端選手。おー91までに上がってる、 OK、 いいよ。はい、いや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 、ダルビッシュ投手まで投げてない、危ねえ。ダルビッシュ投手投げてないから、ありえないから、そんなの。あれちょっとボール多いな、よく見えてるってことかな僕は。うん、まあまあまあ、その通信はな、そんなにな。 OK、 え嘘、アウト、うわ、マジかよ、めっちゃない、ナイスナイス、あれだな、前進ナイス守備だな。あー、そこの、うん、見逃したら痛いな。こうストレート狙っておこう。あー、やべえ、ミスった、くそー。あー、やべえ、ミスった、満塁のチャンス生かせずでございました。千賀投手やっぱりめんどくさいなほ出ましたね。さあダルビッシュ投手に頑張っていただきましょうか。まあダルビッシュ投手っていうと高速カーブが結構えぐいんで、最初ちょっとしょっぱな使います。うん、振ってこないな、これはまあファールかな。ここのフォア、ツーシームファーストが案外意外と結構効くんですよね、うん、ここはもうスラブで、いやーボール、うん、やっぱうまいな。じゃあここはストレートでいきますか。ツーシームだと見せてのセンター、センターセンターセンター、 OK、 ツーシームだと見せてのやっぱストレートがね有効ですよね。ちょっとスライダー投げていきますか。まあこの人はもうそんなあれだな、振ってこないな、ボール球でしょう多分ね。この人はあの目がいいからもうボール球振ってこないですね。ってことはツーシームで詰まらせるっていうのを、うん、そう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 、 OK、 まあこれが上等手段になるかな。さあ満塁のチャンス生かせなかったんですけど、僕ねこういう時の平田選手って好きなんだよな。こういう時の平田選手打ちそうなんですよね。うーん、今の見逃すか俺。うん、早いから反応できねえなやっぱ。あー、オッケー、ないバチないバチ、いいよいいよ、それなんだよ、平田選手のねそれが持ち味なんだよな。ここはやっぱ代打で西川選手かなっていう感じですよね。うちはやっぱ龍馬なんだよと。うん、いや昔から見てくれてる方は分かると思うんですけど、もう龍馬なん、龍馬が行くなんだということですよね。うん、もう龍馬が行く、こわしよしよし、超国家打法ついてる、龍馬が行く、ツーシーム狙いやすいよここ。うわー、ツーシームじゃねえよ、なんでツーシームファースト狙っていこう。あー、あれミスタミスター、今完璧ミスったわ。うん、そうですね。あーマジか、えぐい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 、2連続通信もえぐい、危ない、これ危ない、 OK、 さあ何が来る、通信か、さあ何を狙っていくか、おい、さあ何が来る、 OK、 ナイマッチ、あ嘘、あやばい、今全然いけたと思ったのに、うわマジか、えぐいな。千賀投手やばくない？あー今のもう、おい、嘘、あえ誰サード、あーおかわりさんが、僕ねおかわりくんって言わないんですよ、失礼に当たると思って僕おかわりさんって言ってます。はい、おかわりくんってなんかねえ、なんでお前そんな呼び方すんのっていう話じゃないですか。別に友達でもないのになんでおかわりくんって言うんだよ、うん、だから僕は敬意を持っておかわりさんって言ってます。以上です。さあ通信ファースト、ここの通信ファーストえぐいな、マジえぐいよなこれ。おかわりさんはおかわりさんはね結構ここの、何やってんのこれ、ぶな、おかわりさんは結構ね
打つから怖いよ。 OK、 結構ツーシーバースに狙ってきてんな。 OK、 ナイス、いいよ。お、青木選手だ。僕ね、青木選手サブバカで使ってます。一番打者です。はい、明日明後日ちょっと皆さんにメインサブバカ両方のオーダー見てもらって、なんか皆さんにねちょっとアドバイスいただくっていうちょっと動画撮ろうかなとも思ってます。はい、ぜひねご覧ください。さあもうここでしょ。やっぱね、やっぱリードオフマン坂本ちゃん行こうよ。ないバッチだろ。え、1打席目と同じ感じではないバッチだと思ったんだけどな。くそー、ツーシームファースト来い、狙ってやる。うん、ツーシームファースト狙ってやるぞ。うん、マル選手めっちゃ打つからな。あ、嘘、最悪じゃん。柳田まで回せなかったこと最悪だよ。あー、もうこれ零々だよ。もうこれはもう、ここはもう完璧に守備固めでいくしかないな。え、嘘、坂本ちゃんいんの。あー、でも育ってないな。まあここはファーストは井上選手でいく。あ、ブラッシュ選手代打で使わずに終わったか。もうここはまずここのツーシームですよね。え、嘘、え、はい、じゃあということでね、こっからはメインディッシュでございます。はい、まずね、スランク 10% メインサバーカー両方引いて、あ、まず 10% 30% メイン引いていきます。はい、で次にサバーカー 10% 30% 引いていきます。まあ順番ずつ引いていきますけど、まあ僕の狙いは山田哲人選手で、あと吉田正尚選手で、あと中田翔選手欲しいかなと。まあビシエド選手とかね、ファーストの選手欲しいかなと、まあいう感じで見ます。で、今のリアタイで好投しました千賀投手が欲しいですね。うん、さあまず 10%、 もう 10%、 まあ S 出たら嬉しいっすわ。 10% 来い、もう最初のアラブ人来いよ。アラブ人、最初のアラブ人。あ、もう来ねえじゃん。もう全然ダメだおい。ここで青に光れ、青に光れ、なんだよこれ。笑わせるんじゃないよ、本当に。全然ダメじゃないか。横尾選手って誰？ちょっと待って。あー、もしかして、あー、なるほどね。おにぎりくんって言われてるんだ。僕はじゃあおにぎりさんって言いますね、この方。もし、この方がおにぎりくんって言われてるんであれば、僕はおにぎりさんって言います。これはもうおかわりさん形式ですね。うん。これでいい選手、これもう S ラン来い、頼む、頼むよ、頼むよ、30倍だもん、来い。あー、えぐい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 。まあでも30倍だから分かんない、まだ。もう全然ダメやないか。いや。はい、ではサブアカの方引いていきたいと思います。もうメインは散々だったんですけど、サブアカで神引きしますよ。言います、 10% まず 10%。最初アラブ人来てくれ、もうアラブ人。いやもう、ああま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 あ、どうどうどう。まあ A ランクはねもともと顔来てるので、青に光れ、青に。あー、これは厳しいかな。パリンパリン、あー、ダメだ。メルセデス選手持ってます、ありがとうございます。さあ、僕はね 30% を突破する男だと。 30% 来い、お願いします。行きましょうよ、ワクワクするね。お願いします、アラブ人来い。もう全然ダメじゃん。何この、うわ、青に光れ、青に光れ。なあ、割れろガラス、割れろ。さあ、うわ、もう球児、藤川球児選手どんだけ持ってんだよ。こっちかよ、何これ。 S の 10% 30%、 何両方外すってあります？1個ぐらい来るでしょ。高打の達人どんだけしっかりやったと思ってんだよ。朝4時から起きてやってたんだぞ僕。朝4時に起きてやってたのに、もうコーナーの達人報われなかった。いやー、ありがとうございました。ね、ということでね、本日の動画以上となります。まあね、もうしょうがないです。うん、次はね、まあアニバ総選挙が明日から来るんじゃないかという話が、ございますけどもね、まあその
概要とかもね、見てみたいと思うんですけど、明日はやっぱりね、そのリアタイばっかりやっててもしょうがないんで、オーダーを皆さんに見てもらって、こここうした方がいいんじゃないかとか、うん、この機会の選手使えるじゃんとか、そういうのをね、ちょっと見てもらいたいなと思いますんで、ぜひともね、ご覧ください。メインサバカ両方同じ動画でやるか、もしくは違う別の動画でやるかは決めてないですけど、ぜひともね、見に来てください。よろしくお願いします。ということで、本日の動画は以上となります。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、そしてグッドボタン、もしくはコメントの方、ぜひぜひよろしくお願いします。コメントをくださった方、全員に返させて、返信させていただきますので、よろしくお願いします。ではまた明日、お会いしましょう。バイバイ。